るし、変な生物はいるし。古賀くんがそう言うなら、きっとそうなんだろうな。ここが学園の中だとしても、古賀くんと二人っきり、二人っきりなんて。やだ、顔がにやけてきちゃうよ。恥ずかしい。扉？うん、大体はそうだったかな。あ、はい。あれは逃げるときに手から滑り落ちていっちゃって、どこに飛んでいったのかちゃんと確認できなかったんだけど。そっか、手提げが残ってたからクラスのみんなが変に思って。そういう意味では良かったのかも。え、心配？心配？古賀くん、私のことを心配してくれてた。どうして？だってまだそんなに親しいってほどじゃないのに。心配してくれたんですか？もしかして古賀くんも私のこと気になってたりするのかな。え？ああ、そうですか。心配してたのはクラスの。うん、うん、
なんでもないです。そうですか。そうだよね。そりゃ古賀くんがそんなに心配してくれるわけないじゃない。いえ、そうですよね。突然いなくなったら心配かけちゃいますよね。古賀くんがいなくなって徳佐の人たちも心配してるんじゃないかって。だから危険だと言ったのに、本当に人の話を聞かない人ですね。まったくもって自業自得かと。は？知りませんよ、そんな人のことは。古賀くん？ねえ、塔みたいなものが見える。階段登っていったらどこかにたどり着くかもしれないかも。
ない。壁みたいなのがあるみたい。これ以上進めないみたい。大丈夫です。まさかこんなことになるなんて、古賀くんの裸、
なんか気になっちゃう。ちょっとだけ、ちらっとだけならいいよね。あー、肌色、全部肌色、何も着てらっしゃらない。意外と胸板熱いんだな。何かスポーツやってたのかな。あー、肩幅も結構あるんだ。あんまりジロジロ見たら不審に思われちゃう。でも見たいよ。落ち着かないよ。二人きりでこんなシチュエーションなんて興奮しすぎて。落ち着け、平常心が大事。肌色のことは一旦忘れる。でもさっきまであの腕の中にいたんだよね、私。なんかぴったり抱きついちゃって。はぁ、ちょ、やだ、想像したら。お邪魔します。うん、奥の方が古賀くん向きだと思う。私ならこの高さでも大丈夫。ほらね。それに奥の方に古賀くんがいてくれたら、私がどかない限りずっと隣に。
大丈夫ですって言ったものの、狭い、確かに狭い。肌色の小学と近い、近すぎる。さっきあれだけ距離が空いててよだれ出ちゃったくらいなのに、ほとんどくっついてる状態なんて。